皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第22日目です。では問題を見ていきましょう。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、プラス 4.6 足すマイナス 2.1、 正の数と負の数の足し算でしたね。これは絶対値を見て、絶対値の大きい方の符号が答えにつきました。絶対値を見るとプラス 4.6 の方が大きいので、プラスの符号が前について数字同士、絶対値同士は引き算します。 4.6-2.1 は 2.5 ですから、答えはプラス 2.5、 こうなりますね。この時プラスの符号を省いて 2.5、 このように書いても構いません。丸2番、マイナス6引くマイナス2、負の数同士の引き算でした。この引き算は、ここの引き算を足し算にして後ろにある数の符号を変えましたね。つまりマイナス6、ここを足すに変えると、ここの部分の符号が逆の符号プラスに変わってプラス2、こうなりますね。そして絶対値を見ると6と2ですから、6の方が大きいですよね。大きい方の符号はマイナスですから、答えはマイナスがついて、絶対値は引き算、6-2で4と、マイナス4というのが答えになります。括弧2番、台形の面積を求めましょう。ここに台形がありますね。上底5センチ、下底が7センチ、そして高さが4センチの台形です。台形の面積を求める式は、括弧上底足す下底、括弧閉じ、かける高さ割る2でした。ですから、括弧して上底は5センチですから、5足す下底は7センチですね。7。かける高さは4センチ。割る2、こうなりますね。括弧の中の計算を先にしますから、5足す7を最初にやると12かける4割る2ですね。これを計算すると24になるので、答えは24平方センチメートルと、こうなります。括弧3番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス9足すプラス8引くマイナス4と、ね、正の数、負の数の足し算と引き算が混じっている計算です。この時には引き算の部分を足し算に直して計算します。引き算になっているのはここの部分ですね。ここを足し算に直します。括弧マイナス9足す、ここは足し算なので、そのままプラス8、そしてその後ろを足し算に直すと、ここの部分の符号が逆になってプラス4になりますね。マイナス9足すプラス8足すプラス4、ここの正の数の部分先に計算しちゃいましょう。とマイナス9足すプラス12、こうなりますね。絶対値が大きいのはプラス12の方ですから、答えにはプラスの符号がつくんですけれど、ここではプラスの符号を省く形で答えを出していきたいと思います。そして、絶対値引き算ですから、12-9ですから3、これが答えです。もちろんここプラス3と書いても、正解です。次です。括弧4、下の数を次のグループに分けましょう。ここにマイナス10、プラス7、プラス 0.5、マイナス3、23、マイナス8分の3とあります。この中で一つだけ符号がついていない数字がありますね。そうですね、23です。何も符号がついていないときには、これは正の数を表しています。ですから23というのはプラス23、こうなりますね。では正の数、この中から選んでいきましょう。
正の符号がついているプラス7、そしてプラス 0.5、 そして何もついていない23、これが正の数になります。次です。負の数です。負の数には必ずマイナスの符号がついていましたね。マイナスの符号がついているのはマイナス10、そしてマイナス3、もう一つマイナス8分の3、この3つです。次です。自然数です。自然数って何だったか覚えていますか？これは正の整数のことですね。ですから分数とか小数はダメなんですね。正の数でも正の数の整数になっているのはプラス7ですね。そしてもう一つ23、これが自然数ということになります。括弧5番、次の式を括弧のない形にしましょう。1、プラス2引くマイナス7、これまず引き算を足し算に直します。そうするとプラス2足す、こう足すに変わるとここが変わってプラス7になります。そしてこの括弧の中をそのまま書けばいいんですけれど、最初に来るのが正の数の時にはプラスの符号を書きませんでした。ですから2足す7、これが括弧の外れた式ということになります。2、マイナス1足すマイナス3、もうこれはすでに足し算になっていますから括弧の中をそのまま書けば括弧の外れた式、マイナス1引く3、これが括弧の外れた式ということになります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。